皆さんこんにちは、石平の中国週刊ニュース解説でございます。今日は2021年6月26日ですけれども、今日のニュース解説の前にね、まず一つ、自分のね最新刊をご紹介させていただきたいと思います。で、飛鳥新社という出版社から、6月29日にね、私の最新刊の中国共産党暗黒の白蓮史というね、著作を、刊行させていただくことになりました。で、この本を書いた、理由の一つがちょうどね、今年7月1日にね、中国共産党という政党が傾倒して100周年ということで、それに合わせて、去年の春あたりから、私は約1年間の時間をかけて書き上げたのはこの一冊であって、要するにこの中国共産党という政党ね、傾倒して以来100年間じゃあ、どういう悪いことね、悪事を働いてきましたのか、あるいは中国の人民と周辺の民族にね、どういう災いをねもたらしてきたのか、でその共産党の100年間の歴史から、じゃあこの政党あるいはこの中国共産党という政権の本質、そういう恐ろしい本質は一体何者か、それをね、多くの読者の方々に伝えたいというのは、まずはこの本を書いた一つの目的であって、もう一つね、やっぱりこの本を書かざるを得ないもう一つの理由ね、私が留学のために日本に来て、大学院まで行って、そこでね、日本人の学者の先生方にね書かれた、中国の近代史現代史で、いろんなそういう本は読んできたんですけども、はっきりと言って戦後の日本の中で書かれたいわゆる中国の近代史現代史というものはね、ほとんど大半はね、やっぱり中国共産党の歴史観によって書かれたものであって、少なくとも中国共産党の歴史観から大きな影響を受けて書いたものがほとんどですよ。中国共産党の歴史観というのは、要するに近代以来、アヘン戦争以来、中国人民が帝国主義と国内の反動勢力のね、二重の抑圧があって、そこで大変なね、時代を生きていて、その中で中国共産党が人民を率いて革命を起こして、それで中国人民を解放して、新しい中国、素晴らしい中国を作り上げたというのは、中国共産党の歴史観ですけども、でやっぱりね、日本で書かれた中国近代史現代史のほとんどが、このような中国共産党の歴史観からね、大きな影響を受けていると言わざるを得ない。ですから日本で出版されたそういう中国近代史現代史の本はね、要するに中国共産党の100年間のやってきた悪いこと、そういう歴史の事実で意図的に隠蔽して、あるいはただ無視して、それで中国共産党を賛美するようなそういう歴史を書いてるんですけども、でそれに対してですよ、やっぱり私のこの著作はね、要するに普通というそういう歴史書ね、何年何年に何年に何が起きたか、そういうような時間列にね、歴史をね ただ書くということではなくて、むしろ日本で出版されたそういう中国近代史現代史において完全に無視されたいろんな歴史の事実を自分の手で一つ一つ拾ってきて、それを再構築して書いたのは、この一冊でございます。要するに中国共産党の暗部はね、私で言えば書き尽くした、ある意味では私なりの衝撃作ということであって、じゃあその中身は何かというと、大体こういうものです。第一章は信徒の鳥裏切りの中国共産党裏工作史、第2章は繰り返される血まみれの大虐殺史、第3章は侵略と虐殺の浄化の民族弾圧史、第4章は中国共産党軍、要するに皇軍の中の大虐殺、あるいは中国共産党100年間の陰謀と殺し合いのね
打ち気橋はね、第5章はね、ちょっと周恩来という人物を取り上げたんです。周恩来はね、今でもね、日本の中で周恩来崇拝というものがあって、周恩来がいかにもね、素晴らしい指導者、聖人君子のようにね、美化されてるんですけど、まあ実はこの人の正体は私からすれば、ただのまあ悪魔の化身というもので、じゃあ彼の正体は一体どういうものか、それをね、浮き彫りにしたのが第5章。第6章が、まあ、女性と人民が食い物にした共産党幹部、まあ、毛沢東以下ね、そういう貪欲淫乱史。まあ、第7章はね、やっぱりね、中国の対日工作史か外交史というものをね、まあ、書いてみました。とにかく日中五国回復の後で、中国はいかにして日本を騙して、日本人をカモにして、日本を利用しながら日本を叩いてきたか、そういう歴史の教訓をね、まとめた、まあ、第7章。そうなると第8章、まあ、最終章が、まあ、要するに今の習近平政権は一体どういうものか。ある意味ではね、今の習近平政権ね、まさにこの白年間のこの中国共産党の恐ろしい本性、あるいはまあ悪いところ全部ね、かき集めて、できた、まあ、あるいは一番危険な、まあ、政権である、ファシズム政権であるということは、まあ、この最終章でございます。で、まあ、6月29日の発売ですけども、まあ、今でもね、アマゾンで、まあ、すでに、まあ、予約開始でございますので、まあ、ご興味のある方々がぜひね、本屋さんとかアマゾンとかね、チェックしていっていただきたいと思います。まあ、ぜひ中国共産党100年ということを節目にあって、この一冊をね、皆様ぜひ読んでいただければ、読んでやっていただければ、著者としては、まあ、大変嬉しいことと存じます。まあ、よろしくお願いいたします。まあ、これでちょっと長々く、まあ、自分の本の、まあ、宣伝したんですけども、これから、まあ、今日の、週刊ニュース解説を、始めたいと思います。今日は取り上げて解説するのは、この3つの話でございます。まあ、一つが追い詰められた習近平外交の罠すがり、2番目はね、中国外交官中指立ての洗脳宣言、いや、その嘘ではなくて本当に本当の話ですよ。3番目は、まあ、不動産市場異変、李秀波停滞の、まあ、衝撃という話ですけども、じゃあまずこの追い詰められた習近平外交の、まあ、罠すがりという話からしますと、まず6月21日からの、まあ、中国、ロシア、アメリカ、ね、この3カ国の間の、まあ、いろんな外交的動きをちょっとまとめてみますと、実はね、6月21日にね、中国の駐米大使である、まあ、蔡天凱さんという人がね、ロシアの駐米大使館を、まあ、訪問したんです。いや、それはね、非常に異例のことであって、まあ、同じ、まあ、駐米大使ですけどね、それぞれの国の駐米大使が、まあ、例えばパーティーとか会合とかで会うことはあるんですけど、しかし異国の駐米大使が別の国の駐米大使館をね、まあ、訪問するのね、非常に異例のことであって、あまりないことですわね。じゃあ彼が、それがね、中国のメディアが、まあ、掲載した、まあ、この、まあ、ニュースであって、蔡天凱は、まあ、アメリカ大使、ロシア大使館を訪問した、あるいは、まあ、別のメディアもね、そういうふうにね、訪問というふうに書いてるんですけど、じゃあ彼がじゃあ何のためにアメリカ大使館に行ったかというと、結局中国側とはロシア側の説明では、やっぱりね、米ロ首脳会談の説明を受けたみたいです。前回のこの番組でも、まあ、取り上げましたんですけど、中国はね、バイデン大統領とプーチン大統領との間の、確かに6月16日か、スイスでの、米ロ首脳会談のことですっごく気になっていまして、まあ、気になってるというよりも、もうほぼやきもちしてる状況であって、ただ両首脳ね、どういうことを話したのかね、それを知りたくてしょうがないから、だから
蔡大使はね、わざわざロシアの駐米大使館を訪問しに行ったということが、結構中国はね、米ロの間のそういうね、動き、首脳会談、関係改善の動きで非常に気になって、ビビっているということが分かるんですわね。で、それで、6月23日、じゃあ、今回どういうことだったかというと、米国の国務省の高官が、29日から開催の G20 の外相会議ではね、米中外相会談は予定しない、まあそういう予定がしてないというふうにね、表明したんです。実はね、それが、どこか、まあ、朝日新聞が、まあ、報じた頃ね、予定なしっていう、来週はね、そういう米中外相会議は予定なしという、まあ、ニュースですけども、いや実はね、それは中国側にとって非常に重大な話であって、というのは、まあ ご存知と思いますよね、米ロ首脳会談の直後に、アメリカ側ね、国務省はね、でやっぱり今後ね、米中首脳会談を模索するという考えを示したんです。まあ、一つの機会としては、10月にね、G20 のサミット、首脳会議が開かれる、そこで習近平もそれ出席しに行くんですから、まあ、バイデンさんも出席しに行くんですが、そこで、まあ、2人を合わせて、まあ、会談を行うという考えを、当初はね、それは6月17日の段階で、アメリカのね、これ NHK が報じた、まあ、話ですけども、アメリカ国の高官はそれはまあ、そういう話やね、そういう意向を示した。でもしね、じゃあアメリカは10月の G20 サミットで首脳会談を開催することを模索するならば、じゃあ、今月29日の同じ G20 の外相会議においては、じゃあ当然ね、中国外相とアメリカね、国務長官ブリンケンとの、まあ、会談が当然ね、やるはずです。というのは、ミスイ、米中首脳会談のお膳立てとして、まず外相会談をやるのは普通ですわね。しかし、ここに来たらね、アメリカ側がもう G20 の外相会議で、中国の外相と会うつもりはないよ、会う予定ないよということが、じゃあその意味するところが何かというと、要するに場合によって、バイデン政権が、いい時に模索した、G20 サミットでの米中首脳会談はね、もうやらないつもりですよ。やらないつもりだからこそ、もうそのお膳立てとしての外相会談もやらないという話。じゃあそれは一体じゃあどういうこと起きたか。要するに6月17日にはアメリカ側が米中首脳会談を模索したいと表明したのに対して、6月23日になるともう外相会談もやらないよという話になったのは、じゃあどういうことが起きたかというとね、やっぱりね、香港のリンゴ日報というね、自由派の新聞紙が中政府の圧力でね、廃刊に追い込まれたということが大きいですわね。で、それ以来の、まあ、1年の動きを見てますと、6月23日ではイギリス外相はリンゴ日報の廃刊でね、中政府を批判する声明を発表。それで EU 報道官もこの意見について中国を非難した。日本でさえですよ、日本の加藤官房長官は24日にね、重大な懸念を表明したんです。そうなると、この1年の動きの中で、6月ね、24日にやっぱりバイデン大統領も声を上げたんですよね。バイデン大統領がこのリンゴ日報の廃刊でね、わざと声明を発表して中国を厳しく批判したということが、この一連の動きからすれば一つの可能性として考えられるのは、まあ要するにバイデン大統領ね、いい時に習近平との対話も模索したんですけど、しかしあれリンゴ日報でね、動きから見ると、まあ習近平でと対話しても意味がないのではないかということで、ひょっとしたらこれで、まあ、バイデン大統領はね、もうしばらくは、ね、まあ、習近平との対話で、ね、もうやめたという、思いとどまったという可能性も出てくるんです。
そうなると次にどういう動きがあったかというと、その翌日にね、中国の外務省で、ね、急遽ね、いや習近平はね、プーチン大統領とあの テレビ会談を行うというね、ふうに、まあ、発表したんです。これは人民日報の、まあ、掲載した外務省の発表、習近平主席がプーチン大統領と29日にね、今月の28日にね、テレビ会談を行うというふうに発表した。しかもですよ、この発表が面白いことで、1行だけ、まあ2行か、1行だけのそういう発表であって、中身はほとんど何にもないということが、このような発表の仕方から見てもですよ、要するに急遽決めたんです。中身はもうどうでもいい。要するに、プーチンとテレビ会談をしたということを、やっぱりアメリカにね、見せたいんですわね。まあ、おそらくね、要するに外交的に追い詰められた習近平は、ロシア側にね、嘆願して、まあ、プーチンとのテレビ会談の急遽、まあ、正当したとは思うんですけども、しかしね、ここまで来たらですよ、結局、習近平政権が西側世界を敵に回した結果、今はね、もう彼らはね、もうすがる罠ね、もうロシアのプーチンだけですよ。いざとなるときにね、プーチンに助けてもらうしかない。しかし、その結果としてね、今後ね、おそらく習近平さんはね、逆にね、プーチンにね、二股かけられて、プーチンに翻弄されていくというね、話になっちゃうんですよ。まあ、それがね、習近平外交の、まあ、末路という話。で、まあ、習近平外交が、まあ、皆さんご存知のように、戦狼外交が有名ですが、戦う狼の外交。まあ、それで、今月の初めが、習近平は突然ね、中央の会議で、いや、これからね、中国は愛されなければならない。ね。そういう、人々をね、中国を愛するというね、そういう仕事もしなければならないというふうにね、まあ言ったから、まあ、一部のメディアがこれで中国が、まあ、戦狼外交をやめるのではないかという話になったんですけども、私もこの番組でも、まあ、取り上げて話したようにね、それは嘘であって、習近平政権が戦狼外交をやめるつもりは全くないと説明したところ、やっぱりそうなってるんですよ。最近ね、またこの戦狼外交がさらにね、エスカレートする、先鋭化するという動きもまた出ています。まあ、一つが、中国のね、中フランス大使のノーサーヤさんという人がね、フランス紙の、ノピニオンのそういうフランス紙の取材に応じてどういう話したかというと、いや、洗脳というのは力と勇気の表れであれであり、国益を守るための当然の行為だからやるべきであって、自分は洗脳だと呼ばれることをむしろ誇りに思うというね、そういう話したんですわね。これ中国のメディアが報じた、このサーさんがフランス紙の、まあ、インタビューを受けた、そういう時の、まあ、場面と記事ですけども、まあ要するに中国の外交官はね、いや、戦狼外交やめないよ、それも誇りに思うよ、さらにね、6月24日になるとさらにびっくりするようなことが起きたのは、中国のね、中パキスタン大使館の文化参事官の張正和さんという人はね、彼は自分のツイッターでね、どういう話したかというとね、わざとね、中指立ての図案を使ってですよ、敵に対しては我々みんな洗脳だと宣言して結構物議を醸したんですよ。いや、それは嘘ではなくて本当ですよ。これはこの張さんという人物であって、これが彼のツイッターです。まあ、英語で書いてるんですよね。まあ、要するに、友達に対しては我々が信頼される、愛される、尊敬される、というふうにするんですけど、しかし敵に対しては、敵に、これは友達に対してね、そういう態度を取る。しかし敵に対しては我々はみんな洗脳ですよと宣言しながら、わざわざそんな下品なね、中指立てのポーズを、外交官ですよ。まあ、街の、まあ、チンピラならば別として、異国の外交官がそんなものを出して、
あの戦狼外交をまあ宣言するというのは、むしろ彼たちがおそらくまあ習近平さんのね、あの本心をね、それこそ拝察して、あの忖度して、いや、習近平主席がそもそもあの戦狼外交をやめるつもりは全くないだと彼たちは思って、むしろより一層ね、あの戦狼外交をまあやってしまうというのは、まあ、この。話です。まあ考えてみればただでさえ今中国はね、先ほど話したようにね、もう外交的にね完全に孤立化して、もうプーチンにすがる以外どういう境地になってるにもかかわらず、これからさらに洗脳外交で、ね、やっていくと、まあ君たち一体どうするつもりなのかというね、ああまあお聞きしたいところでございます。まああの最後は中国国内の、まあ、あの不動産市場の最近の一つの異変を伝えたいと思います。あのこの番組でもね、あの何回くらい取り上げて、中国不動産市場がバブル化して、それで金融行政の責任者はね、何回も、まあ、そういう警告を発したという話ですけども、でいや実は6月になるとどういう動きがあったかというとね、武漢、広州、重慶、鄭州などの大都会でね、金融機関、各銀行が、いわゆる利修補、利修補というのは中国語で、要するにあれ中古の住宅物件ですわね、新規分譲ではなくて、中古の住宅物件、そういう中古の住宅物件の購入に対して、あの中国語で、あの低賃、要するにあのお金の貸し出しを停止する、要するに融資業務を停止するというね、もうすでに停止したと報じられたんですので、まあ当然中国でもね、みんな不動産住宅を購入する場合は、まあ銀行からお金借りてローンを組むんですわね。それ今までは多くの人々が銀行からお金借りて2軒目も3軒目も買って、それ投資ね、投機のために買うんですけどね、じゃあ今後の場合によって、この中古の住宅物件 の、 あの融資業務停止がということかとなると、要するに多くの人々があの住むためにではなくて2軒目3軒目として買うでしょ。そうなると彼らたち当然ね、いずれかそれ転売するつもりで買うんですよ。価格上がると転売する。しかしね、今度ねこの利修補、要するに中古住宅物件にの交流に対して銀行はお金貸さないということになると、もしこの動きで全国的に広がることに なれば、場合によってですよ、あのもうあの中古物件ね、売れなくなっちゃうんですよ。そうでしょ、あの銀行お金貸してくれなかったら誰も中古物件を買わない、買わなければ売れなくなる、売れなくなると、じゃあ一番困っているのはやっぱり投資投機のためにね、2軒目3軒目、要するに大量の不動産物件を購入している人々、やっぱりによって彼たちが、いやこのままではね、大変だと思って、もう大幅にね値下げして、まあ、逃げ出す、そういうことも考えられる。そうなるとやっぱりによってこれで一つ不動産バブル崩壊の始まりという話、まあ、これ中国の各メディアがまあ報じた、やる利修補低賃な融資停止のまあそういう話、これもまあまあ同じそういう話、まあ、ですわね。でいや実はまああの前回がちょうどね、この番組でもね、中国の中国人民銀行の初期であって、金融行政の責任者である郭中正さんがの発言がこの番組でも紹介したんでしょ。要するに不動産価格は永遠に下がらないことに欠けてる人々は最終的に大きな代価を払うことになるよという話と、さらに今年のまあ3月にね、多くの人々が住むためではなく投機投資のために不動産購入してる、それ極めて危険であるとこの番組で紹介したんですけど、じゃあどうして危険なのか、じゃあこれからそういう人々はどういう代価払うかという話になると、やっぱりこの話、今日のこの話につながるんですよ。要するにやっぱりね、中国金融関係はね、もうそろそろ不動産バブルはね弾けさせたい、あるいはまあそれを
もしねそのまま容認したら金融が大変なことになるから、もう不動産をもう捨ててしまうというねことにも、なりかねない。まあ要するに中国不動産バブルの崩壊がかなり現実味をね帯びてきてるのではないかという話でございます。まあ今日はまあ主に外交関係の話で、中国共産党政権、中国習近平政権がまあ置かれてる、まあ、大変深刻な状況をまあ、話しました。また、冒頭でね自分の最新刊をね大体的に宣伝させていただきました。まあぜひご興味のある方が、Amazon とかで、まあ、チェックしてください。まあ以上、今日もご視聴ありがとうございます。来週ですけども、いや実はね来週が私は1週間ほど、まあ、ずっと東京におって、しかも自分のこの事務所詳細はね来週ね一旦が一回ね移転する、まあ引っ越しするんです。ですからそういうこともいろいろあって、来週ねちょっとこの番組を一回だけ、休ませていただきたいと思います。で7月の、いつか9日から10日かの、まあ、金曜日か土曜日でまた、この番組を再開させていただきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。